で、カメコ STU でいろいろ調べてて、かわいい写真とか、ちょっと事故ってる写真とかを見て笑ってました。ありがとうございます。ドラさん、指名から5周年おめでとう。ありがとう。なんか今日さ、お見送りの時さ、ドラさんのさ、なんかパンフレット持ってる人なかった？ドラフト会議の時の。めっちゃ懐かしかった。え？なんてこったね。あんなこった。使い、ありがとうございます。まあ、ちょっとね、いろいろなんか瀬取りとかにはいろいろ話したいんだけども、ラストじゃないか、沖縄でもあるから、タブーの色とかまだね、まだあるけど、今日のタブーの色はどうでしたか？ちっちゃいしたね。事故載せちゃっていいの？削除しちゃった。あかんで。あかんで。なんかさ、その人が可愛いと思って載せた私さ、すごいさ、目がさ、もうにみたいな。でもやっぱやっちゃあれった。よ、ちょっとどんな面白くにもて、可愛いって載せたんよ。ありがとう。なんかね、すごいそうね、よ。マイキューがね、ホキちゃんこれ大丈夫やねんって言ってきて 本人が違さ、うよ、本人が思うなら、違マうんジだよ。な。ホキちゃんの黒目が、もう本当に、ちょ、探すけ、もうみんな。ね、半円もなかったんよ。もう本当に。私の黒目、ここら辺この月の満ち欠けのね、割ともうこの三日月よりもないぐらいやったんよ。の、いやでもね、別にその人から見たらそれが可愛い私だったけど、別にいいやん。なのに舞ちゃんがさ、起きちゃって、これ大丈夫って。大丈夫ですよって。え、ちょ、大丈夫やったん？いや、ちょっとよ、拡大したら大丈夫じゃないですか。ちょっと白目っぽかったっそう、け？若干ね。いや、ちょっと面白かった。ありがとう。それはね、皆さんの心の中に。 いやでもちょっとじわったね。他のメンバーはめっちゃ可愛かったね。私だけなんか三日月だった。 これは素材の問題ですね、技術じゃなくて。いや、よかった。激しかったけどね、動くのが。撮るのも激難ししかっかったた。と思うよ。撮るの激しくてさ、目がここ半月になることないよね。私がさ、多分そういう目を。まあでも一瞬そういう時もあるじゃん。ある？ああ、そうなんです。でもめっちゃカメコすごかった。ねえ。またちょっとツイッターとかに載せたいんですけど、もうなんか皆さんがすごいアップしてる速度が速くてね。ビール飲んでるって言われてるよ、何が？マイこキュれ？ー。アミノ酸です。デカビタ。アミノ酸です。ソロ曲の選曲良かった。私らソロ初披露なんですよ。でも今回のはね、まだちょっとメドレーだから。なんか初ってのもあって、まああんまりね、そう、あんまり披露がネタね、バレ、そう、ネタバレなんだけど、したんだけど。まあでもね、 A メラとか B メラとかね。だって舞ちゃんとかね、全然ね、そう A とかね。B やってないもんね。しかもね、言っていいの？何を？これじゃないって。あ、言わんほうがいいか。スタンド？でも今日スタンドやったしね。沖縄はスタンドじゃないかもしれない。だから。あ、そうなの？どうなんじゃろう。前回はあれの予定だったよね。そうね。めっちゃ踊ってたんですよ。まあちょっと来週沖縄があるので楽しみに。何の話からしよう。ちょっとね、いっぱいショールーム全然やってないから、ちょっと話題が溜まっとる。寝とった？寝てないよ。やばい。寝ようるやろ。寝てないよ。ちょっと私もショールームせんといけんのんよ。あ、帰る？帰ろっかな。 ちょっと舞ちゃん顔やばかったよ今。ちょっと危ないよそれ。帰ろっかな。まあ、歯全部見せて。おねえ、歯全部見せるやつやって。よやだ。やって。舞ちゃんよく歯を全部見せてくれ嫌だ。なんでかっていうと、おきちゃんのファンの人に見せたら、ちょっと嫌われるかもしれ嫌ってないよ。ない。いや、まいち嫌ゃわれる。ん。私の、ファンの人は、私、どんな顔しても可愛いって言ってくれる。あ、でも可愛いって言ってくれるよ。優しい人ばっかりよ。舞ちゃんがたとえ歯を全部出そうが、目がすごいことになろうが。なんで目まで開けるん？
つものね4倍ぐらい入れとったよじゃろもうこんな丸だった。そうなんですよ、丸どころかこんな中私の目って こう見えて実はここら辺まであるんやな、まぶたを抜いたらこんぐらいまであるけどね実はね眼球、うん、ちょっと私もここでしよう。そうなんですよ、ここでしてここでこっから帰るね。え、どういうこと、こっから帰るってどういうこと。なの、あの残り20分ぐらいで帰る。あ、残り20分ぐらい。私もね、あの一人でゆっくり話したいと思っとったけん、まあそんぐらいがちょうどいいかも、うん、これ風船ありがとうございました、ファンの方からの名前入りの風船。広島に長くない、これさ、なんか明日とかも東京違うわ、東京ら辺で仕事あるんですけど、私これ持って駅とかどっかいろいろ行くのかな。え、結構大きいけど、あのそのこういう浮かぶ風船って、あのあれよ、何日か経ったら空気がさ、あ、そうなん、浮かばんくなるんよ。いつまでも浮かぶと思うな。わかった、ここに飾っとく。こんばんは、こんばんは。ちょっとだけ昨日寝落ちしてすみませんでした。え、まさにその度はまいちゃんが寝落ちして謝ったる。でもね、ごめんなさい、私は寝落ちのプロやけん許すよ。ちょっとだけ起きちゃんと、じゃご飯食べてて。そうなんですよ、お寿司食べてました。でもちょっとね、落ち着いて話したいしね、後で帰ります。らしいです。なんでちょっとだけお邪魔します。なんか全然色味違うね、同じ配信なのに。確かに、なんか白いねこれね、黄色いなんか暖色系あれじゃないかな、これが反射したの、反射したんじゃない今日はね、エナジー、うん、TDC お疲れ様、ありがとうございます。ありがとうございます。何の話からする。昼昼いい、ね、あれじゃない、新曲じゃない、笑顔のチャンス。はい、初披露しました。どうでしたか、新曲の。どうでしたか、初披露。歌詞もついとったんかね、表示されてたんかな。ついてたと思うんだけど、今日はね、画面にこうエガちゃんって言われてる、なんで知ってるんだろう、ね、そう出てたんで、メンバーの略し方エガちゃん、なんで知ってるんだろう、もう誰か言ってたのかな、笑顔のチャンス、メンバーの略し、私も好き、笑顔のチャンス。チャンチャチャン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 だから今でも時々思い浮かべる、知らないことや知らない色、ここで立ち止まりたくない、このまま進もう、悲しみとはきっかけ、ああ笑顔になれるチャンスさ、えい、いい歌詞なんです。そうなんです、悲しみとはきっかけっていいですね、うん。たわありがとう、ありがとう、あずゆいさん、そう2月2日に、ありがとう、ありがとう、ちょっとありがあとあとでお礼させていただきます。2月2日に公開されます。にゃんにゃん、なんかね、ダンスがちょ今日マイクだったから分かりづらいんだけど、ナナとナナでこれね、うん、これが MV のポーズです。こうか、こうです。ちょっと私ツイッターの写真間違えてあげてる。こうです。7と7。瀬戸内奈々県と7人のメンバー。そう。そうなんです。歌詞めっちゃいい、ね。いい歌詞よね。ありがとうございます。緊張した、初披露だから。めっちゃ緊張したわ。ね。もうね、MV 撮影も終わってて、2月2日に公開なんですけど、プレミア公開。終わってます。MV 撮影。寒かったね。あ、私もタワー来てる、もしかしてこれ。うん、来とるよ。ありがとう。なんかさ、
可愛いタワーなんか最推しっていうかな。え、これさ、なんか大好きってのも一人、ノエミさんの曲っぽくない？最推し、うん、大好き、なんか可愛い、これありがとうございます。まっちゃん2号さん、こばっちゃん、うん、あ、タロスさんもありがとう、大好きタワー、すごいタワー、ありがとう、ちょっと後でお礼させていただきます、ありがとうございます。また教えてくれ、うん、ありがとう、ありがとうございます。 ST の MV ね、寒いね、寒い、風が強かったよね、やばかった、寒すぎてさ、あの日は寒かった。でも何やったとかまだ言えないから、いろいろやったんで、ちょっと、そうね、楽しみにしててください。衣装も、あの今日披露した衣装とは別にもう一個、そうだね、いろいろ撮影用にあったんですけど、うん、そう、楽しみに。どんな感じの MV？ でもなんか今までにないよね、あんまり、もうなかったかも、うん、ちょっと楽しい感じ、まあ、ちょっと今日チラッと映ってたけど、うん、前で寂しい熱帯魚歌ってほしい、だって、うん、ハローウェイチチあれめっちゃ良かった、そう、大感謝祭ね、楽しかったけど緊張したね、わかる、めっちゃ緊張した、ちょっとタワーいただいた、リクエスト、皆さんからのトトエモンさん、リクエストメドレーとか、うん、ありがとう、めっちゃ緊張してました。なんか STU にあんまない曲調ばっかりだったよね、ね、ハロプロさんのモーニング娘さんのザ・ピースとか、私ザ・ピースさ、うん、高校の分体育祭の時のなんか、うん、何ダンスみたいなのでやったことあって、それ以来、そうなん、16歳の時におにゃんこクラブとモーニング娘だったんよ、なんか私のクラスが、うん、なんかあれだね、そうなんですよ、衣装似てるね、似てたよね、うん、私は知らんかった、ザ・ピースって曲、え、そうな、世代じゃない、まあ、私は世代ではないけど、でもなんかもうスタッフさんとかのドンピシャ世代で、うん、メイクさんとか、そう、すごい、うん、皆さんはあれですか、刺さってましたか、私らちょうどさ、ラブマシーンとかが生まれた年じゃない、確かに確かに、ラブマシーンがめっちゃ流行ってる時期に生まれたのかな、99年だった気がする、違うかな、うん、曲知っとるけ、そうなんかな、うん、そう、刺さりましたかね、舞ちゃんとかね、渡良瀬橋、ドンピシャの人も多かったのかな、渡良瀬橋をあかりさんと、うん、思いの方思い、そう、まあ、まあいいな、かわいい選抜に入っとった、かわいかった、え、そこに入るのすごくない、サーヤンと千穂さんのに入ったんやけど、あかりんさんのセンターしてなかった、センターだったんですか、え、なんかセンターは多分あかりんさんは決めてないと思うけど、あ、そうなん、うん、多分それは別の方だと思うけど、あ、マクアラオンさん、うん、ありがとうございます、桃色の方の覚えとこう、ありがとうございます、恋してるまちまちと、あのさ、うん、サーヤンがさ、うん、ワン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 って言ってるの可愛かった、自分でさ、ワン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 ってあえてエフェクトじゃないんやと思った可愛いと思ったら、ワン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 って言ってた、夢にだって出ちゃって来ちゃいますあ、ミッキーさんもありがとうございます、あとノイミーさんの好きじゃない、好きじゃないってめっちゃ高いよね、最初のさ、うん、え、ねえ待て、え、もうそこがさ、絶対だってだってもうキーがさすごかったよね、うん、これのタイミングがね、うん、このちっちっちっちこれって絶対だってだってときめきラビューちゃんちゃらちゃんちゃちゃんちゃちゃん、私の好きな見てたアニメのオープニング、この振りってさ、うん、クリエイトボーイさんよね、かな、
だった気がする。なんかでね、うん、見た時にクレートボーイさんが入れてたように、確かに振り付けっぽい、うん、ありがとうございます。あとは走れね、走れのあの演出良かった。あの会場が全部真っ暗になって、そうそう、会場とか客席じゃない、ペンライト、ステージ側か。嬉しい、走れできたのが本当に嬉しかった。リクエストしたって嬉しい。綺麗だったし、めっちゃみんながあいあいってやってくれとったし、めっちゃ振るのめっちゃ綺麗でね、皆さんすごかったです。ありがとうございます。待って、でも始まんない、君と全力でやりたい。そこね、難しいよね、高いと低いね。あ、なぜかな、そうさ、こう花一本目みたいなさ同じこの時代に生まれてくれて、考えるだけで胸の奥が痛くて、純粋に君と繋がっていたいよ。もうね、振り入れの時になんか走りを振り入れする時に、はい、もうレッスンがずっと続いてって、で振り入れの時に起きちゃう、なんかすごい異様に元気出すさすがなんか好きやけオタク出とったよって言われた。なんかすごいもうなんて目が輝いてて、ここはこうですみたいな、そうここはみたいな。でなんか今日 その来てくださってたキングレコードのスタッフさんもモノノフの方で、なんかカメラリハでカメラ とか見てて、走れの落ちサビ D メロか、それでも答えは出せない、少しの答えは出せない、君が好きって、なんか桃田かな子さんが絶対ウィンクするの、君が好きそれだけで正解、帰る変わるでいっぱい笑顔するの、それをやってたんです、と、もうリスペクトで、したらカメラが引いとって、あーね、したらもうキングレコードのモノノフさんがなんでカメラ引いてるんですかって言ってそこはよりですよって本番よりだった、本番よりだった、もうモノノフ的には絶対そこはよりな、すごい、うん、こだわりがね、そうこだわりある、そこは絶対ウインクは絶対よりで、帰る変わるの笑顔までよりみたいな、そこも結構モノノフがこだわって、わかるって言ってる人がわかる、やっぱわかってくれるんですよ。そうなんですよ、やっぱ我らのキングレコードももクロさんも、そうすごいこの、あのペンライトの演出も良かった、本当に嬉しかった、めっちゃ良かった、いい曲だった、ね、すごい、なにこれおーおーすごい、なんかすごーいびっくりした、なんかすごい、ありがとうございます、何あれ、ニコ生タワーショールームでショールーム、はい、ありがとうございました、またお礼します、びっくりした、すごいやつ、動くやつと2万どんぐりだ、私ね、タワーのことね、円じゃなくて私の中のルームではね、どんぐりが単位ないの、ドル、ユーロ、円、どんぐり、ね、それおきちゃんの国ってこと、おきちゃんの国ではおき国ではそ そうおきちゃんの国では2万どんぐりありがとうございますって1どんぐりみたいな感じ、1どんぐりは言わんけど、まあ、なんでどんぐりなん、万がどんぐり、なんでどんぐりなん、え、なんか生々しいやん、元とかの方が良かったかな、 なんかどんぐりが好きなん、どんぐりって言ったら可愛いじゃん、なんかあのトトロのメイちゃんみたいな、なるほど、私の中の通貨はどんぐりだから使っていいよ、1どんぐり、うん、1万どんぐりありがとうございます、どんぐりメルヘンじゃない、そう、2万どんぐりだって今、2万言っていいん、あ、ダメだえ、どうやって言うん、いつも2万どんぐりって言ってた、そっか、万は別に言うかない、まあいいんか、とマンキューがなんか言ってますね、その話が生々しい、確かに、やめとこうういや楽しかったね、もうでも、うん、山場は越えたね、いや越えてない、越えてないらしいです、越えてない、まだなんかあるのかい、ベイビー、まだある、越えてないよ、
私たち忙しくなってきた。燃えるんだけど、私今日見てあのリポビタン買ってやる気出してる。こうやって行けって言われた。こうやって行けチーム STU48 ですからね。その忙しさを超えて行け。明日超早い朝、もうオールで行こうかなって思い始めとる自分がいる。いやなんか明後日、明日明後日早いんですよ、めちゃめちゃ。そうだ、ね、でそしたら明日オールで行くって言うから、明後日もそしたらもうやめときなよって、うん、明後日も早いんだけど同じ時間で。でもね、寝たらねなんか元気なくなるんよ、ね、寝るのは嬉しいんだけど、うん、こう早めに起こされると疲れちゃうの体が。でもちょっとでも寝た方がいいよ。そしたらさ2日間寝てないってことはさ、幸せが先延ばしされたってことだ。だったら2日後に寝る睡眠はとても気持ちいいんだろうなって思う。まあ、私寝るのに快楽を感じるタイプだから、わかる、うん、寝る、もうベッド入ってお布団入ってる瞬間がもう一番もうね、うん、声に出る気持ちいい、寝るの気持ちいいみたいな。まだ言いよったん、まだずっと言ってるよ。今でも言ってるよ。それがオールしたら一日後にいっぱい楽しめるって思ったら、私はもう耐えれんオールとか絶対寝るわ。しょうか、伝わらないですね、こんなにいいのに。でも昨日ね寝落ちして本当にごめんなさい、なんか配信しようと思ってたら謝れ、もう大変申し訳ございません、うん、なんか配信しようと思っとって、うん、そしたら何時に寝たいの、もうめっちゃ割と早い時間に寝ちゃって、うん、起きてバッてでやばいと思って携帯見たら2時何分かで、結構ね夜だね。えそう、もうでもう絶望に落ちって、うん、でもツイートもできんじゃんこの時間って。そうだね、やけさ、うん、もう一人で絶望して、うん、寝たんその後。そうお風呂も入らず寝とって、そのまま寝落ちしとったっけ。メイクもメイクはしてなかったか、うん、でも私もね寝落ちしとってね、うん、なんかそこなんかすごいテレビの大音量が大きいホテルだったんよ、うん、やけんね朝5時ぐらいにねすっごいでっかいトーマスみたいなアニメで起こされた。トーマスではないトーマスみたいなアニメで朝5時ぐらいに起こされた。今日ね、うん、最後の最後にねうるうるしとったんよ。え、そうなん。鼻水がなんかそういうの我慢したら鼻水が出るんよ代わりに。こっから出んかったらこっから出るんよね。ちゃんと繋がっとんやん、ね、そう最後の曲が夢力やったんやけどね、うん、チャ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 でこっちにターンがあるね、うん、その瞬間にね自分でも見えるぐらい鼻水が飛んだんよ。こうヒューンって飛ぶぐらいの鼻水が飛んで、しかも両方から私なんかさ2本2通りの道みたいなのが見えたよ。鼻水の鼻水ロードみたいなのが見えてさ回りながらしかもさ飛んだけんさもうヒューンみたいな感じで見えたんよ。さ絶対前の人にかかったでしょうってくらいの、いや絶対しかも多分最善だった人はもう見えたと思う、あの鼻水、すっごい恥ずかしくって。うん、えでもご褒美なんじゃない、ごめんなさいかかってたら、うん、ごめんなさい。鼻水なんてもうねえなんかそういうフェチの人からしたらもうね清水みたいなもんよ。キモかったね、ちょっと、うん、ちょっと自分でも思うわ。大木由香さん発言に気をつけてもらってもいいですか。そうですね、失礼しました。本当にちょっとどうにかしてくださいこの人も。いやでも鼻水をね飛ばしたことは謝らんと最善の人に。それはそうです、この場を借りて、うん、そしてあの多分見えたと思うすごい。自分でも確認できたんよ。いや汗とかって思うんじゃない、こうキラキラキラ、うん、絶対鼻から出たって分かるぐらい。しかもさなんかあの何こうさ汗だったらさまだ坊ちゃんじゃん。まださ汗は水じゃん。鼻水ってさちょっと粘着とかさあるじゃんか。え、坊ちゃんの技じゃん。長いさこういうさ道みたいなのができたよ鼻水。もうあーみたいな、まいちゃんクレヨンしんちゃんの世界の住人じゃん。鼻から出た汗です。うん、どっか行ったんだねそれは。そっかそっか、白状するのは偉いだって。いやもう恥ずかしかったよ。その鼻水はど
どうなった？見届けてない？私最後のね、ありがとうございましたってやるじゃん、こうみんなで、うん、その瞬間床見たら落ちとったわ。そうだ、いなかったけど落ちとる落ちとると思って、私鼻水落ちとるわと思って、なんかそうなん、液体がね結構ポタポタしていろんなとこに落ちとって、おいちゃん、え、言しかも私何回も出したんよ。それなんか配信とかで回るたびに言っていいん、それなんか、え、なんで、あと、え、そういうの言わん人じゃない、言っていいん、大丈夫、言ったらいけんのかいね。いや、いいけどさ、なんか後からアーカイブ見返す人とかがさ、なんかどうする、なんか探した、え、でもさ大丈夫、あの、え、そこをさ、よりだったらちょっと厳しいけど、ちょっと確認したいね、引きで写ってるでしょ。そんな床に、そう、しかもなんか夢時間って何回か回るところあるじゃん、結構回りますね、そうよね、うん、そう、その瞬間にさ何回もさ、もう耐えられんわけよ。でさ、私もさ工夫して回るたびにとかってやるんよね。だけど耐えれんぐらいの量だったんよ。あ、そうなんや、なんかもうダメじゃん。いや、まあでも、まあ見る人が見たらご褒美よね、その可愛い子の体液っていうね、もう本当にやめて。違う、フォローしようやん。いや、フォローになってないんよこれは。もうそんな、なんか、うん、ね、なんか生々しいんよ、おきちゃんが発する言葉一つ一つが。あ、ダメよ。こんなに頑張ってフォローしようと一人一人。今日私おきちゃんとの MC でもなんかね、ところだからね、ちょっとコン、コンブラのもう一回言わせ、うん、あ、来た、これ何、え、誰から来たんだ、すごい流れてる、ニューハッチさん、ありがとうございます、ニコ生タワー、ありがとう、ちょっと後でお呼びさせてください。ありがとうございます。生命の雫って言われてる、生命の雫、うん、強そうだね。いや、まあでもよくね泣くけんね、ステージ上で、そしたら我慢したらもうこう、いやね、涙もろいよね最近、うん、いいことやん。いや、あのグリーフラッシュでも言っとるやん、なんだっけ、どこ、歌詞にあるやん、涙がいっぱい流れるのは心を消毒してるんだ、そうやん、めっちゃいいこと言うよね、心消毒しとんか、デトックスや。心デトックス。ラップバトル、私ら別にラップバトルは少ない。でもね、ラップバトルみたいな振りにできるよね。そう、お別れの日近づいたことくらい分かってたはずなのになぜ辛い、本当は好きだったんだろう、恋だって認めなかったフィロー、強がっても心は丸見え、沈んだその声漏れるラビュー、傷ついてそう痛くてもちゃんと強くなる愛。もうずっと何もないのにね、こう氷の水を飲んでるんですよ。本当だ、薄くなったカフェオレ、カフェラテ。そう、グリーンフラッシュラップを決まり、そうなんや、うん、でも長崎の時はなんかラップの時手をどうしたらいいのかわからんくて、なんかずっとちょっと気持ち悪かったんよ、うん、それを今回直そうと思って、ちょっと割と棒立ちだった。でもさ、ソウル系ラッパーなんかダンスの先生が教えてくれたよね、うん、そう、なんか黒人の人がやるステップみたいなの教えてくれた。え、なんかこういう、あ、そう、なんかこうやってしながらラップしたらいいよみたいな、お決まりでこうやって、さすがにさ、リハの時は毎回しとったけど本番できんよね。グリーンフラッシュで結構ここまでやったらなんかできてもこうじゃない、こう、こうとかじゃない、なんか動画の縁がチク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 、これ結構 DJ って感じ、 DJ、DJ、強くなる、好きかもめっちゃグリーンフラッシュ、私も好きね、一曲よね、うん、君に優しい、大感謝祭ではねツアーで1回しか披露してない曲とか今回いっぱいやりました、ね、出張公演とか最高歌謡とか、そう、千穂さん含めてやるのはず、初、確かに、そう、の曲とかいっぱいある。ありがとう、タワーいただいた金友さん、うん、ありがとうございます、何がタワーです、うん、ありがとう、そうなんですよ、また覚えときます。うん、強くなる夕暮れが夜に、ワンツースリーフォー、ワンツースリー、よろしく、ファイシクセイエイ、今すぐ初めてのアースは、じゃあ
チレ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 うん、HKT さんの曲もいい。最高回のソロ、うん、今回さ、なんかイヤモニしとるけんさ、なんかメンバーの声がめっちゃ聞こえてくるっていうかさ、うん、すごいなんか面白かった。なんか割とみんなアレンジしとるんやなって思った。あ、最高回よみたいななんかあの I wanna do I wanna do みたいなみんなね、うん、なんか自分の、うん、いつもあんまイヤモニしないから自分の声なんかオケで聞こえんよね、あんまり普段は。そうだからイヤモニで、あ、すごいメンバーの声が聞こえてくる。 I wanna do ソロはね、沖縄でね。そうですね、金木星うん、あのさ、あれあのカラオケ行った時にさ、 あの沖縄に旅立つ前に、はいはい、あの前回、うん、カラオケにね2人で喧嘩しながらカラオケに行って。そうなんですよ、なんかカラオケ行く前に喧嘩して、そう行ってからもう超気まずくて、でそしたらさ、沖ちゃんがそれでも好きだよで、はい、私が金木犀で、でまあ、1時間のコースで撮って、うん、夜中にね、うん、そうそう、で1時間で、まあそしたらさ、もう結構歌えるじゃん、うん、さ私がさ、まあ、もう本当にお互い無言でとりあえずまあ入れて、金木犀、ね、そうそう、で、はい、入れなよって言ったら、うん、いやもうそんな、なんか歌う気分じゃないんよ、もうそれでも好きだよって言えれんのよって感じのなんかそう、それでも好きだよが結構明るいアップテンポの曲でさ、そう、もう私一曲も歌わずに帰ったその日そんな気分じゃないんよって言われてさ歌いなよって言ったら、それでもそんな気分じゃないっけって言われて、まいちゃん金木犀も15回ぐらい入れて連続でずっと金木犀ずっとこうやって死んだ顔してながらクリームソーダ飲んでとかってそうよ、そう沖縄の前ですね。そうそう、だからカラオケ、ね、カラオケ行こうってなった時は喧嘩しなかったんですよ。でもカラオケ行く瞬間に喧嘩して、そうそう、ね、でももう行くしかないから行って、そうよ、行ってもう私は一曲も歌わずに、まいちゃんずっと、そうで私入れたんよ、それでも好きだよ入れたって、あのもう沖ちゃんが何もせんけ入れたんよね、うん、そしたらさ、それでかかってさ、イントロが、うん、もう A メロかかっても歌わんくてさ、かたくなにやけ私がそれでも好きだよ、よう歌えるなって思った、そう私が歌ってなんで歌うんやろとか思いながらそうなんですよ、すかーの空気、うん、やばかった。お金だけバンって出してね。え、そうです。危ない危ない。でもそれが割と最後にした喧嘩ですね。最近全然してない。そうだっけ？してないよ。なんかせんかった一個。してなくない？したっけ？あれせんかったっけ？しない気がする。あ。なんか支える？そうなんですよ、喧嘩の理由知りたい。いやなんか大したことじゃないんですけど、本当に、うん、でもなんか言い合いっていうか、うん、なんかすごい口喧嘩じゃないけど、そうヒートアップして、うん、でもうなんかプチってなって、そこでお互い何も言わなくなって、仲直りどうやってするの？なんか舞ちゃんがその後にコロナになって、コロナって大丈夫って LINE では言って、うん、でも私本当に大丈夫じゃなかったっけ、うん、あんまり LINE とか全然してなくって、そうでコロナ治って、そしたら結構日がもうね10日ぐらい経つけんね。そうね、そうで久しぶりの花だれ公演の時に、うん、なんか気まずい顔ずっとしてくるけ、うん、あそうだ、えそうやけ花だれ公演の時になんか着替えよった時に、うん、なんかなんか「おきちゃん私たちって今気まずいよね」って言ったら「そうだ、え本当に気まずいけど喋りかけんとって」みたいな言うんだよね。そうだ、そっからなんか気まずいアピールタイムが入ったの私。そうよ、そうだ、なんか事あるごとにスタッフさんに「気まずいんですよね」っていう、で沖縄で仲直りするとき、私たちって今喧嘩してるんですよ気まずいねみたいな、でもそれを言える時点で割ともう仲直りしてるよね。仲直りはしてないけど、でも本当に気まずそうだったよ、うん、あの時はね、それ言われるまでめっちゃ気まずかった。そんなこともありましたね、割と長かったあれは。そうアピール、そうそうそう、ダンスの先生がね、
そのカラオケの次の日に沖縄に行って沖縄公演のリハしてたんですけど、うん、沖縄公演のタブーの色のリハの時にあまりにも息が合わなさすぎて、うん、喧嘩してるのって言ってきて、うん、ダンスの先生がね、うん、こう楽屋とかもこう、うん、追ってさ、そしたらさ、沖、うん、ちゃんとこう私が追ったらこうやって、うん、こうやってくんみたいな、うん、ジェスチャーめっちゃしてくる、怒ってんの、うん、みたいな、喧嘩してんのみたいな、気を使ってくれるんそう、無言で、うん、無言で確認されてた。そうダンスで分かるよね、喧嘩してるかどうかが、うん、そうね、タブーで喧嘩してるって。そうなんですよ、うん、すいませんね。で、なんかその時沖縄だったからなんか千穂さんとなんか国際通り行こうって話になって、うん、千穂さんにえマイキュー誘っていいって言われて、いいですけど来るか分かんないですよって言ってまあでもあの時点で、うん、体調がもよくなかったし、あ、うん、でコンクってあやっぱコンか私と喧嘩したけんコンなんじゃなと思って、うん、千穂さんと二人でご飯行って、そしたらあの、ね、体調悪かった。そう、体調悪くなりましたもうだいぶ、うん、っていうことがありました。沖縄いろいろ大変だったんですよね。そう、次行けるけんよかったね。行けるっていうかおったけどさ、うん、どこも行ってないもんね。ちょっとね、どっか行きたい。管理をえでも行けるかね今回。味覚がね、えそうなん、沖縄の時なかったから、うん、本当に。あ、沖縄の時ご飯が、うん、全部全然なんか味がせんかったっけ。沖縄のなんか食べたい、ソーキそばも食べんかったよ結局。え、そうなん。そ、なんかソーキそば不思議よ、みんな食べ行っとったんやけど、食べ行った、結局一人行かんくって、うん、休んどったんね、ずっと。なんかね、不思議な味だった。もうどう表したらいいか分からんけど、なんか酢入れるんよ。そうなん、うん、酢なんですそうなんすかそうなんです。あと何があるだろう。でもなんかアイスが有名らしくて、え、ブルーなんだっけ、ブルーシール、うん、私それ行ってないんだけど、なんかパセリが行っとった。行きたーい、ね、アイス食べたい。ブルーシール、海ぶどう食べよう。海ぶどうってどこで食べれるんですかね。なんかね、あとね、もずくの天ぷらもね、え、それね探したけどなかったよ。どうなんだろう、こう居酒屋とかに行かんとないんじゃない。あんまさ、ご飯屋さん行かんもんね、うん、ご飯屋さんとかに、まあ、すごい皆さんがもずくの天ぷらって言うから行きたかったけど、ブルーシール、え、食べた、ね、だってもうなんかブルーってついてる時点で美味しそうじゃん。シールも美味しそうやね全部美味しそう、ね、美味しそうなんか清涼感漂っとる感じしたよ、ブルーってついとったら。え、名前忘れたんやけどね、私と千穂さんが行ったジェラート屋さんめっちゃ美味しかったよ、超映えな、どこだったかな、でもそのブルーシールのとこにある。食べた、いいな、楽しみですね。今週、来週でももうすぐやね、もうちょっとです。なんか部屋あったかくない、だって私がねこんなにあったかくしたけん ねちょ、地球温暖化考えよう。なんでそんなこと言うの、ね、この間もね、地球温暖化に悪いアイドルって思われるかなと思って、ダメだよ、ごめんなさい、寒がりなんです。炎上するかな。炎上するよ、地球に悪いって、うん、地球に悪いアイドル、すいませんでした。地球に謝罪したいな、うん、360度あ、ごめんごめん。この胸の切なさを。なんだっけ。あ、なんだっけ。のちゃんさん。恋はいたずらな天使の尻尾。ぽくないめっちゃ、うん。ふわふわどこかへ。なんだっけ、からなんだっけ、眺めてる私だけの片思いだっけ、いたずらな、ふわふわどこかこれ可愛い、めっちゃ映えるね、可愛い、天使の尻尾はね、風船持って踊るよ、うん、
はあ。やばい、おかしい。あ、天使の尻尾。タイミング一緒だったね今。テンション高い。あのね、今日の大感謝祭で、そして僕は僕じゃなくなる、歌うまやったんですけど、私もあの曲めっちゃ好き。ずっと言っとるよね。なんか歌詞がマジで好き。歌詞がちょっと愛をもけっていうか。そう、あ、あ、あ、充電が。充電する？充電したい。愛が重いの。失礼しました。あとね、イントロも好き。タラランタランタラランタラタタ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 、ここ。そこのさ、カウントめっちゃむずかった。めっちゃ好き。なんかさ、歌が上手い人が歌っとるけんさ、あんま思わんかったけど、めっちゃ難しい曲なんじゃね、この曲って。難しい。STU の中でもめっちゃ難しい。まひなさんは誰がやるのか注目してしまった。まひなさんはパセリがやってて、パセリが桟橋からどうやって歌えばいいのかわからないって言うから、海を泳いで渡ろう、モノマネしてみたらって言ったけど。まひなさん結構特徴的な歌い方したもんね。いろんなね、歌の私そこ歌いたかったな。桟橋から飛び込んだ海を泳いで渡ろう。奥ちゃんの声って可愛い声してるよね。ありがとう、急に褒められてびっくりした。いや、それでも好きだよとか、え、今日のね、ボクボクも思ったよ。どこだったっけ。あとね、私今日いろいろみんなのソロとかも聞いていろいろ考えよって、うん、結構これもさ、ソロっていうか一人一人の歌わりやったやんか。せやな。多くってさ、聞きよってさ、うん、私めっちゃリンコちゃんの歌声好きなんよね。なんかリンコちゃんの歌声、声かわいいよ。なんか耳に、なんかさ、地声でめっちゃ可愛くない？うん、可愛い。てかなんか綺麗な声しとってすごい好き。わ、うん、かる。リンコちゃんの声いい。めっちゃあかりんさんがさ、リンコの声ってザ AKB だよねって言ってさ、なんかめっちゃわかるって思った、うん。めっちゃいい声してる。うん。そう。割とでもみんな割と特徴的な声してる。千穂さんさ、めっちゃ上手くなったよね。上手くなったっていうか元から上手いけどさ、うん、もっと上手いよね。なんか歌い方好き、うん、なんかすごい。あとね、公演が終わった後からもう前前前更新曲がもうマジでずっと自分歌ってないのに頭から離れんくて、これのやばいよね、中毒性すごいんですよこの曲の。めっちゃクレヨンしんちゃんのイメージやん、うん。やりたい、リアル舞台でやりたい。次からから次、ね、この曲の中毒性は、うん、推しになりました、ありがとう。変顔してみて。変顔対決しよう。私変顔とかないから、私には変な顔じゃないもん。え、割と序盤の勝負だね。変な顔しとったよ。え、なんでその感じに。あのさ、私の変な顔じゃないから、まいちゃんのさ、口開けてさ、目開いてるやつさ、あれに見えん、なんかさ、ホラーゲームのさ、なんかなんとかの森っていうやつわかる？分からん。え、なんかね、ちょっと青鬼じゃなくて、なんかちょっと閲覧注意レベルのなんかあの、え、わかる？なんとかの森、なんかなんとかの森っていうフリーホラーゲームがあるんだけど、それに出てくる顔がめっちゃ舞ちゃんなの。でもでもあんま警察に調べない方がいい、結構怖いから。え、なんだっけな、名前忘れちゃった。でも結構有名なやつなんやけど、追いかけてくるやつか。顔だけが追いかけてくるやつ。あ、顔だけが追いかけてくるやつ。分かったわ、あれか。うん、なんか一回なんか実況を見たことがあって、それの、うん、もうワイちゃんのよくやる顔やんと思って自分で思わんかった。思わんかった。思わんかった。いや、気になるけど見れん人がおる。あれ、私がやってあげます。いや、マジ怖いんや、ほんとこれ。これのなんか赤と黒のこれみたいな。え、恐怖の森、恐怖の森なんかな、分からん、分からんけど、なんかそんな感じです。デスフォレスト、恐怖の森。あー、でも調べてほしいけど、めっちゃ閲覧注意じゃけん、うん、夜とか見ない方がいいかも。ホラーゲーム怖い。うん、でもホラーゲーの実況見るの割と好き。実況、なんか昔から
おじがゲーム好きで、おじ？うん、おじさんが、ええー、でおじのゲームを見るのが好きだった。何する？プレステ4とか5とか、だって。でも分かる、私もなんか人のゲーム見るの好きかもね。やる方じゃなくてね、やるのも楽しいかもしれんけどね。うん、沖縄等身大パネルなしでやるの？いや、等身大パネルを沖縄まであるんじゃないかな。そう、さすがにね、郵送すると思いますよ。てかあれってさ、どんな風に届くんかいね。え、郵送じゃないだってさ、こんなでっかい感じじゃあ沖縄からこれ持って帰ってくださいって、鬼畜すぎん、ちょっとそうそう、飛行機いらないよな。かわいそうすぎよね。あれどうやって届くんだろう。当たって嬉しいけどマジかってなるよね。いや、多分家に届かれるんじゃないのかな。送料高そう、確かに。でっかい、大きいから大変そう。私さ、なんか等身大パネルさ、なんかこうみんなさメッセージ書き足してくやん、私サインを毎回書き足しとってさ、5個ぐらいサイン書いてる等身大パネルなんじゃけどさ、それってありなんかな。いいんじゃろ、いっか、嬉しいやろ。サイン何回やって人よりサインがいっぱいあります。あ、衣装の展示とかあった。そうだ、あった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 。めっちゃ久しぶりの衣装とかあった。どの衣装が好き？衣装だけでっていうこと？うん、なんだろう。私、独り言。独り言久しぶりに見たな。